They played us like a damn fiddle! なんか悪いな。新書を届けに来たのに風呂をもらってしまい、しかも城の中ってことは偉い人しか入れないんだろ。そんなの気にしなくていいわよ。同盟も結んで私たちが一緒なんだし、アスカもホムラも遠慮なんていらないからね。ありがとう。ノワールさんってしっかりしてて面倒見がよくて、うちのプロ神クラス委員みたい。いてくれて安心です。確かにな、ノワールは腕も立つし、私もついついお姉ちゃんって言いたくなる。不思議なもんだ。もう大げさね。鳩の国にいる間はいくらでも頼って。私たちは一緒に戦った仲間、戦友なんだから。あら、そういえばネプテューヌとブランは静かですわね。どうかしました？ノワールが私たち以外と仲良さそうにしてる。距離を縮めようとして空回りするところまでがお決まりなのにさ。これは世界観の融合によって生まれた歪みだよ。こんなの絶対おかしいよ。ネプテューヌ、お決まりだなんて誰が決めたのかは分かりませんが、それはさすがに言い過ぎですわよ。ブランが静かなのはいつも通り、それともアスカさんとホムラさんの一部分に圧倒されているのでしょうか。勝手なことを言わないで。ちょっと考え事をしていただけよ。まあ目立つし、目に入るから観察はしてるけど、それだけよ。見てはいるのですね。しかしそれ以外の考え事というと、あのイストワールが善意だけでお風呂まで手配してくれるとは思えない。この後、何か依頼が待っているんじゃないかって。しかも、とても面倒な依頼。その準備のための時間稼ぎをしている可能性があるわ。イストワールは、大名として国民のためによく働いていますわ。ウィークポイントは、ちょっと時間がかかってしまうところですが。ここは素直に、休息の時間として受け入れたらどうですか？ブランは意外と疑り深いんだな。そういうのも理解した上で黙って楽しむのが大人ってもんだろ。そうよ、ブランは最近疑り深くなってるわよ。これは私たちへの任務成功のねぎらいと、アスカとホムラの歓迎。ミッションはどうせあるんだし、問題ないでしょ。問題って言えば、危ないよ、ハムラちゃん。ここって覗かれ放題だし、侵入され放題だよ。落ち着け、アスカ。いつもとは違う。周りをよく見ろ。ちゃんとした風呂だぞ。万が一覗かれたり、侵入されたところで、何か問題あるのか？確かに気にしたことはありませんわね。見られて恥ずかしい体ではありませんし、若干一面を除いてはですわよね、ブラン。挑発しているつもり？それなら残念だったわね。いつものベールの安い挑発には乗れないわ。今回の同盟で、マーベ国のこと、ハニパ流忍者のことを調べ尽くすつもりよ。そして、
私は身も心も成長すると、そう決めたわ。あれ？本当だ！ちゃんとした大浴場だし、みんな気にしてない。後の国では安心して入れるんだ。よかった。マーベ国ではゆっくりお風呂にも入れないなんて、大変ね。そうなんです。なので、つい心配になってしまいました。もし今のシーンがイベント CG になってて、ボイスもついてたらサービスシーンってことだから、何にも心配しなくて大丈夫。何を言ってるのかよくわからんが、私の忍び仲間は狭い風呂でも勝手に入ってくるぞ。それはお互いを知るためのスキンシップってことですわね。そうですわ。せっかくですし、私が体を洗って差し上げますわ。ささ、アスカさんとオムラさん。え？いや、そんなの悪いよ。それに、安心して入れるなら、ゆっくりしたい。確かに、こちらも任務で来ているんだし、そこまで世話になるわけにはいかない。今回は遠慮しとく。そう遠慮なさらずに、私に頼ってくださいまし。そうね、客人の背中を流すくらいはするべきやね。同盟国となった今、スキンシップも大切なはず。おいアスカ、なんか二人の目が怖いんだが。これじゃいつもと変わらないよ。よって我が国は鳩の国との同盟を受け入れ、スチームレギオンの脅威を退けるまで共に戦う。以上だ。はい、マーベ国大名の意は確かに、こちらも異論はありません。何気にきっちり期限を入れ込んできましたわね。退けるまでと。国と国との話だもの、きっちりしている方が信用できるわ。大名様から私とアスカは今後鳩の国の忍びと行動を共にするよう言いつかっている。これからよろしく頼むぞ。はい、ハニパ流の忍び2名、これより任務に当たります。よろしくお願いします。これでアスちゃんたちは正真正銘の仲間ってことだね。よろしくね。それじゃあ早速みんなの実力を見るために1万回の塔とか登っちゃう？ええ、ネプちゃん？鳩の国にはそんなものまであるんですか？おお、なんだかわからんが、やってやる。おー、ノリがいいね、ホムホム。ホムホム？相性だよ。あだ名って言った方がいいかな。ホムラちゃんでしょ？だからホムホム。アスちゃんだけあだ名じゃおかしいしね。アスカはそうだったな。まあそういうことなら構わないが。ネプテューヌさん、ふざけるのもいい加減にしてください。1万回の塔なんて鳩の国にはありません。それはゲームの話でしょ。ゲームだからといって侮ってはいけませんわ。体力と忍耐力が求められ、最終的には運が試される。運も実力のうちと言いますし。ゲーム？修行になるなら試してもいいぞ。鳩の国がどう利用してるか興味があるしな。ホムラさん、どうか本気にしないでください。皆さんにはお願いしたいことがあり、その件は後ほど話しましょう。その前に直接聞いておきたいことがあります。敵の戦力とブランさんから報告があった敵の目的についてです。表向きは超忍者大戦、最強の流派を決めると言っていた。敵はうんざりするぐらいいたよ。どこにいたんだってぐらい。最強を目指すだけあって、数は力だよね。数だけじゃないぞ。
中には強い奴も混じっている。私が戦った奴は骨があった。相手はそれなりの力を持っているのに、鳩の国とマーベ国からはあっさり撤退。お城にはコンパ流とハニパ流が揃っていたのにね。そりゃ二つの流派が揃っていた上に、あの黒い忍者も乱入してきたから尻尾を巻いて逃げたんじゃないか。ヨウゲーマは一戦交えたそうでしたけど、テツコが目的を達したと言っていましたが、ブランが引っかかっているのはここですわね。そこはマーベ国でも気になっていて、私と同じくハニパ4人の2人、ユミちゃんとミヤビちゃんが調査に行ってます。なるほど、マーベ国が動いてくれるならば、敵の目的に関してはマーベ国に任せましょう。鳩の国では敵の拠点、つまり空中戦艦の場所と移動先を調査しましょう。ヨウ・ゲーマの実力は分かりませんが、私たち二国で協力すればきっと相手を押し返すことができるはずです。敵の場所が判明次第こちらから攻め込みます。守っていてばかりでは拉致が明きません。イースンってその作戦好きだよね。捕まったりしないといいけど。私たちらしいわよね。今回はアスカとホムラもいるし、きっと大丈夫よ。ああ、私たちがいるんだからそんな心配はいらない。捕まってもうまいこと逃げ出してやるさ。捕まらないようにしてほしいわね。それで調査結果が出るまで何をしたらいいのかしら。何かあるんでしょ。はい、ちょうど戻ってきたみたいですね。イースンさん、ただいま戻りましたです。あ、コンパだ、ヤッホー。ネプネプたちも無事だったですね。そちらは。あ、私たちはハニパ流の忍びでアスカです。こっちは同じくホムラちゃんで。思い出したです、有名ですから。ということは、ここまで侵入を許してしまった。もしかして私たちピンチですか。違うわ、コンパ落ち着いて。って落ち着いているわね。コンパさん、私たち鳩の国とマーベ国は無事同盟国となりました。お二人は使者であり、これからは共に戦う仲間です。私たちにも一応紹介してほしい。そいつは何者だ、強いのか。医療忍術を専門としている忍者、コンパです。だからネプネプたちみたいに強くないですよ。私たちコンパ流の顔役の一人よ。しかじかでまた敵が登場かと思ったら帰っていくし、そんな困難で無事ミッション達成。ああ、そういうことが。よくわかったです。ネプネプ頑張ったですね。本当に今ので。それでコンパさん、戻ってきたということは先方との話はまとまりましたか。待ってるので準備ができたら蜘蛛神社に行くですよ。まあ、愛ちゃんが各地を忙しく飛び回っていましたが、久しぶりにお会いできますわね。アスカとホムラに説明しておくと、愛ちゃんというのは IF 蜘蛛神社の巫女よ。これから神社に行くことになるけど、スチームレギオンと関係なくても大丈夫。ああ、構わないぞ。これも任務だから気にするな。それでは、私はこの後の指示を出しますので、話は終わりにしましょう。次のミッションが決まったら、連絡をします。みんなもう行けるですか？それなら案内するです。久しぶりに会うので、愛ちゃん
喜ぶですよ。迷子にならなかった？コンパのことだからもっとかかるかと思ってたわ。アイちゃんひどいです。お城と神社ぐらいで迷子になったりしないですよ。冗談よ。迷子はともかく寄り道したりネプコたちが問題を起こしたかもしれないじゃない。アイちゃんひどいよ。私たちはトリプルエスキューミッションを華麗に達成してきたところなんだからね。ごめんごめん、冗談だってば。みんな久しぶり。変わりないよね。待ってたわよ。鳩の国の人たちはみんな仲良しですね。神社の巫女は固いイメージがあるんですけど。そちらはハニパ4人の2人。一緒にいるってことはネプコの言った通り同盟を結べたようね。はい、はじめまして、アスカです。ネプちゃんたちと行動を共にするように言われています。そんなにかしこまらなくていいわ。私はアイエフ、鳩の国の蜘蛛神社の巫女よ。小村だ。私たちのことや同盟のことを知ってるとなるとお前もただものじゃないな。ご想像にお任せするわ。それじゃあ本題に入らせてもらうけど、蜘蛛神社の説明はいらないわよね。うん、お祭りだったり新年には参拝しに行くところでしょ。それぐらい私だって知ってるよ。それだけなわけないでしょ。名前だけ知っていてよく知らないっていうのはよくあることだから一応教えとくわね。ゲーム人会の西には富士山があるのは知ってるわよね。そこには死者の魂の行く先、冥界へつながってるって話の蜘蛛平坂と呼ばれる道があって、その蜘蛛平坂を管理してるのが蜘蛛大社で、蜘蛛神社は分社、全国各地にあるのよ。だから国に属してないの。蜘蛛平坂の管理って何か特別なことでもやってるの？結界よ。封印とも言えるけど、供物を奉納し死者を慰める儀式を行っているわ。供物平坂は常に霧で覆われており、強い思念に反応して様々な幻影を映し出すって言われていて、中には死んだはずの人が現れて、お前も落ちてこい、こちらに来るのだって話もあって、だから管理が必要なの。そうなのね。聞かなきゃよかったわ。だからお葬式やお祓いとかを蜘蛛神社でやっていたですね。それじゃあ今度こそ本題よ。蜘蛛神社には悩みや相談事が持ち込まれるんだけど、スチームレギオンの襲撃のせいで手が回らないのよ。中には危険なものも多くて。嫌な予感。もしかして私たちがその危険なことやるの？
供物大社に話をしたですよ。ネプネプたちが協力するですって。イースンさんには事前に相談済みです。そんなの聞いてないよ。大名だからってイースン勝手にオッケーしないでよね。私たちも助かるわ。女神4人とハニパ4人が引き受けてくれるなら特に危険なものをお願いするわね。危険でも協力はするけど、そんなにたくさんあるなら別の任務がある場合はどうしたら。こっちはミッションの合間でいいわ。供物神社からの依頼を受けて解決してくれたらちゃんと報酬も出すわよ。そういうことなら異論はない。これも修行のうちだ。バイトみたいなものだと思って引き受けよう。愛ちゃんやみんなが困ってるならやるしかない。なんだかんだ断れないのが主人公だからね。でもまずは簡単なのからお願いね。それじゃ試しに一つ受けてもらえるかしら。もし怪我しても私が治すので安心して行ってきてくださいです。お社に行くわ。依頼はだ。依頼は受けてくれたかしら。任務の合間でもいいけど、困っている人はたくさんいるからお願いね。ああ、任せとけ。修行としてもできればいいから、難しい依頼がいいな。その方が稼げるし、一石二鳥だ。わかる。これも修行だと思えば、敵はもっと硬くて大きいのがいいよね。IF さん、一番強い敵、お願いします。ペプッ、ちょっと待ってよ。いくら人助けのためだからってそんなに急がなくても。仕事は期限ギリギリまで待った方がいいって言うでしょ。意見が全然違うわね。これで長年戦ってたって言うんだから不思議よ。ネプネプ、イースンさんから伝令が来てるです。緊急事態です。緊急ミッションです。依頼も緊急ミッションもなんて、忍者って忙しすぎでしょ。緊急ミッションだなんて断る理由がありませんわ。はいです。鳩の国との同盟国 V の国からの救援要請です。イースンさんは V の国と連絡を取り合ってスチームレギオンへの対応を協議中だったです。スチームレギオンが動いたか。ヨウ・ゲイマがいるかもしれない。次は逃がさん。うん、鳩の国と同盟を結んでるってことは V の国もマーベ国と同盟国ってことでいいよね。あれ、 V の国っていうとどこだっけ。 V の国はそこまで遠くなかったはずよ。早く助けに行きましょう。同盟国のピンチ。おっと、こうしちゃいられないね。アイちゃん、V の国は鳩の国から南、エドセト峡を越えればすぐよ。ネプコは真面目にやればできるんだから気を引き締めなさいよ。ネプネプのやる気スイッチが入ったみたいですし大丈夫です。みんな気をつけていってらっしゃいです。お社に行くわ。依頼は。いいわね。
手が鳴るぜ。
次だ次、本気で行くぞ。まだまだ。お茶をいただきながら何をするか決めればいいですわ。やったー、おやつだー。もうしょうがないわね。まあいいわ、少し休憩しましょう。あれ、ネプネプたち帰ってたですか。お帰りなさいです。ただいま、こんばん。敵は強いし多いしでちょっと疲れちゃって休憩しようって話をしてたんだ。トンパさんも一緒に。緑茶はいかがですか。休憩しながらこの後何をするかみんなで話そうと思ってたの。今後のことを考えるとこの辺で修行することも考えた方がいいわね。え、修行？それならちょうどよかったです。この建物の裏でコンパ流秘伝の修行をできるようにしたですよ。
ついてきてくださいです。秘伝ってコンパ流の修行で裏でやるって言ったらあれよね。入刀瞑想。行くしかありませんわね。コンパさんはコンパ流の顔役ですし、断れませんわ。それに、私たちのために用意してくれたというなら、やるしかありませんわ。せっかくの温泉なのに、普通に入れないなんて。相変わらず、難しいわね。私こういうの苦手なのよね。そうよ、自然と一体化するのよ。水の流れに逆らわず、桃と共に私は水になるの。持ってもいない力に頼るのはやめた方がいいですわ。ネプテューヌはじっとしていられない性格ですし、苦しいでしょうけどね。そうだな、落ち着きも足りねえし、ちゃんと修行になっていいんじゃねえか。ブランも普段ならともかく、その姿だと落ち着きないでしょ。この修行なら私かベールが一番よね。おっと、バランスが。これでも食らいやがれ。ちょっと危ないわね。何するのよ。すぐムキになって。そういうとこが落ち着きないって言ってるの。それに落ちたらやり直しなのよ。そっちがそのつもりなら。おっ、おしれ、叩き落としてやる。はあ、落ち着きがないのは二人も一緒ですわね。私のように静かな水面の心を持つことをお勧めしますわ。何大人ぶってんのよ。ベールは若さが足りないだけでしょ。ないわね。静かな水面の心はどうしたのよ。私は水、そして浮かぶ桃。静かな水面とて嵐が来れば荒波となります。まずは嵐を止めなければいけませんわよね。水と桃って私が最初に言ってたでしょ。ちょっとみんなやめて、暴れるとこっちまで。皆さん、コンパ流の基本がなってないですよ。鳩の国を守る忍者として頑張るです。それでは仲良くやり直しですよ。いろんな形の桃を踊る、もんでもんでお湯もんで。ふぅ、疲れた。見かけによらず、しっかり修行してくださいです。入刀瞑想は楽しく強くなれるですよ。調子いいぜ。入刀の上で座禅する。お
はできてるぞ。いい感じだ。効果。いろんな形のもの